はい、どうも、うずです、えー。今回はソニーの売れっ子カメラ、えー、VlogCAM シリーズのお話になります。まあ、今でも私は、えー、ZV-1 を、初代のやつだね、を愛用していまして、まあ、利用頻度はね、その高いかどうかは微妙なんだけど、まあ、しっかりと今も愛用しております。でその ソニーの VlogCAMZV シリーズに新商品が加わるということでこの動画を撮ってる翌日の夜になるんですが発表がありますのでそのタイミングでちょっと ZV シリーズ VlogCAM ですねを振り返ろうと思いまして動画の方でお話ししてみようと思いました今ではねすっかりソニーのカメラの中では人気シリーズとなった VlogCAM なので改めて初代から振り返ってみたいと思いますでまず最初の VlogCAM が登場したのが2020年6月 レンズ一体型のコンデジタイプの ZV1 が登場しましてそれまでもソニーは RX100 シリーズっていうコンデジが人気だったんですねちっちゃいコンパクトデジタルカメラながらポップアップ式のファインダーがついていたりまあレンズもねいろんなズームパターンとかいろんなを試しながら出されていましたが人気のシリーズがありましてで Vlog カムの ZV1 になってファインダーをあえてね取り除いて動画の方に強くしたというのが。 Vlogcam の始まり的な、ね、コンセプトなんですけど ZV1 の時はプロモーションもすごい気合い入ってたなって思い出しまして、まあ、いろんなインフルエンサーの方が紹介してたもそうですし、まあ、ネット広告とかねめちゃくちゃ出してましたしあのソニーは VlogCAM をしていくよっていうのをすごい出したのがこの ZV1 スタートからでしたね。で同じ2020年 10月にホワイトモデルが追加されたんですよね最初はブラックしかなかったんですけどその後ホワイトモデルが追加されてでこの時ブラックのね最初のレビューもやったんですけどその後ホワイトモデルも改めてねレビューっていうことでなんか ZV1 はかなりレビューをやった気がします個人的に。でレビューはもちろん貸し出し機でやったんですけどその後自分で気に入って自分で購入してそれを今でも使ってるわけなんですけどねただこの ZV1 に関しては、まあ、Vlog 撮る人にとっては結構致命的な欠点があって。 あのレンズの広角側の焦点距離が、mm、スタートだったんですよなので、えー、自撮りをする時にあの結構自分の顔のアップばっかしになっちゃってあれっていういまいちなところは実際あったカメラです、まあ、手持ちでね自分撮りを常にするような人じゃなかったらそこは影響ないんだけどねあの私なんか結構外出て自分でこうグリップでね撮ることが多いタイプなのでそれは使いにくかったかなそして翌年2021年にはレンズ交換式の VlogCAM が登場します これが ZV-E10 ですね使い方のコンセプトとしてはコンデジの ZV-1 と同じで、まあ、グリップをつけて自撮りができたりとかテーブル動画がねテーブルに置いて動画取撮れたりっていうカメラなんですけど。 まあレンズが交換できるってメリットが最大限に生かせるカメラなので先ほど言ったちょっとレンズをね焦点距離のなんかこう自分の使うものに合ってなかったらレンズ交換すればいいだけだし焦点レンズも使えるし非常にサイズ感と性能とバランスのいいカメラがこの ZVE10 ですね。で私もこのカメラのレビューの時は埼玉県の鴻巣市のねまあ実際吹き上げなんですけど。 あのコスモスモ畑ってところがあってそこに行って動画撮ったのも今でもよく覚えてます思い出深いカメラですねで2022年になると初代機のリニューアル版のようなものまあちょっと別バージョンかな別バージョンのものが出まして 20mm の単20焦点レンズを装着した ZV1F というのが出たんですねでこのカメラは単焦点レンズにはなったんですけれどもやっぱり 20mm っていう焦点距離がすごく Vlog で使いやすくてあの私もこちらレビューさせてもらいましたが あのすごくね、撮ってて Vlog 撮影がしやすかったカメラですね。まあ、単焦点レンズなので、あのスナップ写真とかね、そういうのも結構楽しめるカメラではあったんですけど、はい、ちょっとマイナーチェンジパターンのやつですね。別バージョンが出たっていうのが2022年です。初代機の。そして2023年4月には、なんとフルサイズセンサー搭載の VlogCAM が登場します。ZV-E1 です。 まさかフルサイズセンサー搭載の Vlog カムが出るなんてって結構多くの方が思ったと思うんですよ。私も思いましたけど。で、なんでかっていうと Vlog カムって旅とかに持ってったり、まあ、自撮りをするのに使うカメラという考え方だったので、あの大きいカメラって相性悪いなと思ってたんですよ。そこをフルサイズセンサー搭載してきたのってなんかすごいな、ソニーらしいなと思って。で、この ZV-E1 で初めてオートフレーミングって言ってあの撮影して てる時の映像ででフレーミングを自動でね追っかけてっっててくれるっていう機能が入ったんですけどこれをソニーの体験会で試した時になか実際使ってみたらねすごい面白い機能で気に入ったっていうのがあってでその時にねモデルの綾乃さんとかももちゃんとかがいてカメラの印象と関係ないけどね ZVE1 は,い、はその体験会でのイメージがすごい強かったですね。 で実際にその ZVE1 みたいな大きめな v l o g カムってじゃあ誰が使うんだろうって思ったらあの先週このスタジオにね立ち寄ってくれたあのロードバイクのね男性がいたんですけどはいあのしっかりと ZVE1 を使ってらっしゃいました、はい、全然重要ありますねえそしてそのフルサイズセンサー搭載の ZVE1 の後にすぐに出てきたのが2023年6月発売の ZV12 初代機の またちょっとパワーアップまあ後継機だね後継機として出てきてこちらのカメラは 18mm から 50mm っていう広角側のねズームレンズ装備していて、まあ、まさに v ログカム コンンデジジのの ZV-1 完成形、まあ、進化バージョンですね、まあ、完璧ですよでただレンズが変わるだけではなくてあの動画撮影時のセルフタイマー機能が追加されたりとかあとは三脚ネジ穴がねあの初代機って中央にあってグリップつけたままバッテリー交換とかできなかったんですよここもちゃんと改良されてなんか見,て見た感じはねちょっとかっこ悪いんですけどなんかね端っこによってまあでもバッテリー交換などをグリップつけたまま使えるようになったりとかの そういった細かい部分のアップデートもされていて、まあ、まさに ZV1 の完成形 ZV1II ということで、はい、こちらが2023年に登場しております。はい、といったところで ZV シリーズあのいろいろねコンデジから APS-C フルサイズそして単焦点タイプとかあのいろいろとねバリエーションあるんですけれども、まあ、なかなかこれだけ出されてるってことはソニーとしては成功してるラインっていうことですよね。<laughs> だなはずなんですよ。 はい、そこで今回登場すると言われているのが ZV-E10 の後継機、はい、2ですね、まあ、なのでこちらのカメラ非常に私気に入ってレビューさせてもらったカメラなので今回も使える機会があったら試してみたいなっていう状況です。でソニーの VlogCAM に今まで興味なかった方も今回私が話したようにバリエーションがねそれぞれ使いたい方のニーズに合わせた形で選ぶことができるカメラなので。 はい、えー、ぜひ、えー、VlogCAM のラインナップ確認していただいて、えー、これからカメラ始めたいっていう方はソニーのカメラでねちょっとやってみるのもいいんじゃないかなと思いましたはい、えー、普段からこんな形でカメラの話ガジェットの紹介あとはゲームの話をやってる YouTube チャンネルなので、えー、趣味興味がある方は高評価チャンネル登録お願いいたしますではまた別の動画でバイバイまあでもあれよあの毎月チェックしてる BCN カメラランキング売れ筋ランキングでも、えー、ZVE10 が あのねもう長いこと結構トップの方にいつもいるので、まあ、そういった意味では今回新しく出ると言われてる ZVE10 の新バージョン2が価格のね価格の問題が大きいかもしれないけどまた BCN ランキングで上位に常連になったらすごいよね。価価価価格だな価格格格かかななだ